やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、ヤマチャンネル TV のヤマケンです。本日はハードオフ千葉鳴刀店さんにやってきました。今年の2月7日にオープンしたばかりの新しいお店なんですね。レトロゲームがまあどれぐらいあるのかなっていう、新しいお店ね、結構ねレトロゲーム多かったりするので、まあかなり期待はしているんですけど、まあどうなのか、じゃあ許可の方いただいてますので早速店内入っていこうと思います。はい、店内入って、まあ、真ん中らへん中央の位置にレトロゲーム売り場がありました。でこれスライド式の棚になっていて、まあ上下にぎっしりソフトがぶら下がっていたんですけど、ファミコンから見ていきたいと思います。あの一番初期のマリオブラザーズが1100円、で所さんの守るも攻めるもも1100円、でその後ろバイオ戦士団が1650円で売られてました。でスーパーマリオブラザーズ、キャプテン翼2かな、あと忍者くんの裸ソフトもありました。でその横、これはまあレアソフトっていうより人気ソフトですけど、新人類が550円でした。でまあ定番のテトリスがあって、筋肉マン、あとサッカーこの辺の商品が置いてます。でロックマン2が2750円でした。ロックマンもね、まあ、2345に関しては結構1000円台2000円台を行ったり来たりしてるような印象があるんですけど、1と6が高いかな、16高くて、あと2も、まあ、それなりに高いのかなっていう、まあ、これは僕の印象ですけど、ロックマン欲しい人は、まあ、1000円台とかで売ってたら抑えちゃうのも手かなって思います。で超定番ソフトね、ドンキーコング、はい、これが1100円で売られてました。でその横、スーパーマリオ3が550円、はい、であとまあざーっと取ってきますけど、ロックマン5が1100円で売られてます。でチャレンジャー、あとクニオくんの時代劇、これが1100円でした。で横の段に行って、グーニーズ2なんかやけにいっぱいあって、これ880円で売られてます。グーニーズ2 880円でまあまあ安いんじゃないかなって、はい、思うんですけど、あと悪魔くんも880円、あとこれね、なかなか売り場では見ないマージャン G メンが1100円でした。いや別にそんな超レアソフトとかではないんですけど、はい、で下にはマージャン大会、これあのスーパーファミコン版が結構有名ですけど、ファミコン版が1100円で売られてます。あとオホーツクとかね、ファミコンウォーズ、この辺のレアタイトルも売られてました。サラマンダーとかね。でバナナが550円、バナナもそんなにレアタイトルではないんですけど、そんなに見かけないなと思ってちょっとね取りました。あとナイトガンダム物語2が1100円で、さっきちらっと映ったスターウォーズが1650円でした。でスライドドアを開けて、この中なんですけど、なんだろうね、まず目に引いたのはこれかな、ナイトガンダム物語、これ1の方、これが1100円で売られてました。でロックマン、これは今度3の方ですけど1650円、あとは、まあ、ワリオの森、 FF3 もね、上のソフトより下の方がちょっと綺麗な感じでした。でそこそこレアタイトルですけど、あのナムコの三国志、これがね1100円で売られてます。説明書はないんですけど、あの攻略本と攻略本入れるあのプラスチックケースもついてたので、これはだいぶお得じゃないかなと思います。あとディスクシステムのデッドゾーン、これが2200円で売られてました。でこの下の箱のところになんか何本かファミコンソフトがあったんですけど、まあ、テトリスとかね、ベースボールスター、あとこれゲームボーイのソフトという形になってます。でメガドライブのランドストーカーがなぜかここに1本入ってました、1980円、はい、あとは定番の信長と三国志という形です。今回ね、あのこのナムコの三国志の方は購入してます。で定番ソフト、ファミスタ系がザーッとあって、
あとファミリージョッキーとかね、この辺のソフトがありました。で、横のこのなんていうのかな、ケースにも箱節付きのソフトが入っていて、まあ、まず森田将棋、これがね1320円。で、もう一本森田将棋があって、こっちはね1650円でした。だ、まあ状態見比べてね、あの綺麗な方を買うのか安い方を買うのかってこう選ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、武田信玄が1650円。武田信玄2が出てるんですけど、2の方はそのうちなんかレア価値上がりそうな気がします。で、ジャリンコ知恵、これね、これが1100円で売られてました。これね、不思議なんですけど、僕が見かけるジャリンコ知恵ってほとんどのお店1100円なんですよ。で、箱がボロボロっていう。だ、箱の綺麗なジャリンコ知恵が、まあ、1000円台で売ってたら買おうかなと思ってるんですけど、まあ、今回安かったんですけど、ちょっと箱が痛みありと、ね、いう形になってました。で、その横もこのケースに箱節付きのソフトがいっぱい入っていて、だハットリス、これ550円、めちゃ安でした。だ、まあダビスタもね550円かなと思ったら、こっちは1100円と。で、ファミスタ89だ、550円ぐらいだったら、あの内箱取りで買ってもいいかなって思います。で、忍者くん、これ1980円で安いんですけど、箱が大破しているという形です。で、ゼビウスが2200円、これもね箱が傷んでました。ゼビウスとかは箱が綺麗なやつだったらね、めちゃくちゃかっこいいなと思うんですけど、なかなか売り場では見かけなくなってきたなと思います。専門店とか行けばね、あの超備品 A ランクとかで売ってたりするんですけど、だそうするととんでもない金額だったりするので、はい、まあ、いつか備品が安くあったら買おうかなと思います。で、内藤九段、あの将棋の定番ソフトですけど、こちらが1100円。で、麻雀、これ箱状態難が550円で売られてました。で、バンゲニングベイ、これが1100円。いつかね、山クソでやりたいなと思ってるソフトの一つです、バンゲニングベイね。始まってすぐ何やっていいか分かんないっていう、そんなソフトです。で、あとバトルベースボール、これがね1650円で売られてました。これ見たことないソフトだったんですよ、バトルベースボールね。なんだろうと思ってとりあえず手にして今回購入してます。で、 RPG の、まあ、定番というかね、好きな人はすごい好きなソフト、ウルティマ、これが1650円で売られてました。で、その横ね、これちょっとしまうのに苦労してますけど、横の棚、スーパーチャイニーズが2200円、ただ内箱なしと。ださっきのあの550円みたいなソフトをいっぱい持っとくと、まあ、メーカーによってねちょっとまた内箱も違うんですけど、まあ、かなり内箱があると便利かなと思います。で、バイナリーランドが2200円。で、ファミスタ92があって、その後ろハイドライド3、これが2200円でした。ハイドライドもね、あの当時かなり人気のあった面白いソフトだなって思います。まあ今回持ってるんで買わなかったですけど、まあ、この金額なら全然ありかなと思います。で、その横はね、裸ソフトがなぜか何本か入っていて、別にレアタイトルとかっていうわけでもなく普通のが入ってて、あとクォースの箱節付きがありました、これが2200円。なんかあのこのミサイル撃ってって四角を作ってって、四角くなったら消えていくっていう、そんなゲームなんですけど、説明下手だよね今のね。はい、まあ、パズルゲームでなかなか面白いゲームだと思います。シューティングパズルかな。で、これがスクエアのトムソーヤ、これが2750円で売られてました。スクエア版の方のトムソーヤ、これはこれで今でもね多分遊べる名作ソフトだと思います。で、その横、ここはね、奥が公営系のソフトでぎっしり詰まってると。で、タイトーデストロイヤーが2200円。で、箱節付きソフトのなんか定番ソフトっていうのかな、山チャンネルの定番ソフトかな、萌えプロが1100円でした。ただまあ内箱がないので他のお店より安いんですけど、うん、まあ完品ではないよっていう、そんな形かなと思います。で、次こっからがスーパーファミコンの裸ソフトになります。スーファミ、まあ、550円から1650円が多かったです。
レアタイトルもうちょっと高いのいっぱいありましたけど、でただね説明書付きのものもたくさんあったので、説明書だけ探してる方なんかもここら辺見るとソフトと一緒に説明書を買ってね入ってたりするので、これも買う選択肢の一つになるのかなと思います。はい、で五右衛門2、これちょっとレアタイトルですけど2750円でした。でタルちゃんとか F0 とかね、この辺のタイトルがあって、祭りだわっしょい、これもね、まあレアじゃないんですけど売り場ではあんまり見ないソフト、ちょっとね色あせというか色焼けかな、焼けがあるんですが880円という形で売られてました。だまあコレクターの方は箱節付き探すでしょうし、まあ、ゲーム遊べればいいよっていう方は裸で安く買っちゃった方が全然いいんじゃないかなと思います。今箱節付きの方がなんかねやっぱり異常に金額上がってきちゃってるの で箱節付きがどんどん、ね、世の中からなくなってくれば多分裸ソフトが今度上がってくんじゃないかなと思うので、なんか懐かしいからこれまた遊びたいなとかっていうのがあるんであれば早めに安く抑えた方がいいんじゃないかなと思います。でドンキーコング2これ550円で売られてたんですよ。説明書はないんですけど、まあ、それでも安いなと思ってっと、ね、見てました。でファミコンの横に少しスーファミの箱付きソフトがあって、でドラクエ6が2200円、これもね、まあ、箱がものすごい綺麗だったらありなのかなとは思います。でそのスライドの棚の横また裸ソフトがぶら下がってるんですけど、まあ、ファイヤーエンブレムが880円で売られてました。ちょっとあとザーッと流して撮っていきます。結構いいタイトルあったんですよ。あのウルトラマンとかあのこの筋肉マンとかね1650円で売られていたり、筋肉マンもねアニメが始まるので、そうするとまたなんか価格上がってくんじゃないかなと思います。特に箱節付きね、はい、思います。あと横山ミステルの三国志とかセーラームーン、あと学校だった怖い話、これプレステ版はものすごいプレミアついてるんですけど、スーファミ版はまあまあ普通に買えるようにはなってます。そんなに怖くないっていうね、はい、そんなサウンドノベルのなんかちょっと怖い話になってます。はい、で下の段にまあ箱節付きのスーパーファミコンがまた出てきます。ミスティッククエスト、これが1300円、でその横 F0 ね、これどこのお店も大体あるんですけど、こちらでは1320円で売られてました。1320と来たのでシルバーサーガー、これもね1320円だったら買おうかなと思ったんですけど、そうはいかないっていうね、2200円でした。シルバーサーガー2も大体2000円台で売ってるとこが多いので、ちょっとね1000円台だったら買おうとは思ってます。箱節付きね。はい、で大爆笑人生劇場の大江戸編が2750円。大江戸編はなんか一時期ちょっと高かったんですけど、一回下がってまたちょっと上がってきてるっていう、僕の中ではそういうイメージを持っています。すごい面白いねスゴロクゲームなんですよ。はい、おすすめの1本です。でキャプテン翼4、これが1100円でした。これめちゃめちゃ安いと思います。翼はあのアプリの翼と似てるんですよこのゲーム。あのアプリのキャプテン翼好きな人は絶対ハマると思います。あと風来の試練、これ1650円で超めちゃ安でした。裸でも1650円ぐらいするので、風来の試練箱節付きでこの金額はすごいんじゃないかなって思います。で FF5 があって、 FF まあ方が高いんですけど、いくらだろうと思ってみたら方はまあ2750円でした。まあ安いっちゃ安いかなっていうぐらいの、ちょっと安いかなぐらいかな感じかなと思います。まあ箱の状態がものすごい綺麗だったらねめっちゃ安ですけど、であとマリコレが2200円、でその横ドラゴンクエスト5、これが2200円で売られてました。で定番ねマリオワールドが2200円、一回あのヤマケンの挑戦でやりましたけど
やっぱやってみるとめちゃくちゃ難しいです。でおすすめソフトフェーダー、これが1980円でした。まあ、前も話したんであれですけど、シミュレーション RPG 好きな人はフェーダー結構ハマると思います。はい、こっちの翼これさらに安くて880円、ただ箱に痛みがあるよっていう、ね、ちょっと状態が悪い分安くなってるっていう翼もありました。じゃあこっからはショーケース見ていきたいと思います。あ、安いなと思ったのはスーファミのマザー2ですかね。3300円で売られてました。ちょっとね色が褪せてるのでそれで安いっていうのもあると思うんですけど、状態気にしないけど箱節付きが欲しいよっていう人はこの3300円、めちゃめちゃお得だと思います。で上の段のショーケースです。ちょっと光がテロテロしてますけど、まあ、この辺のラインナップがありました。ざっと流して撮っていきます。はい、じゃあここから PC エンジンいきます。まあそんなに本数なかったんですけど、まあ有名タイトルというと源平討魔伝、これがね2750円で売られてました。 PC エンジンも最近上がってきてるなとは思います。あとはね、まあ、ビジランテ、パワーイレブン、パワーゴルフ、ギャラが88位、コラムスなんかも売られてました。で下の段これ左側なんですけど、右がさっき見たスーパーファミコンで、左があの64のソフトになります。試しにと思って1本見たんですけど、星のカービィ、はい、これが1650円でした。64に関しては普通に550円とかこうやって1650円とかで売ってるお店もあれば、値段上げてきてるお店もあるので、64集めたい人は本当早く買った方がいいと思います。安いお店があればね、安いお店で買った方がいいと思います。でその上がこれ DS、 あと 3DS のソフトです。まあ、結構ダーッと大量にあったので流して撮りました。でその棚歩いていくとプレステ3のソフトがあります。でこの棚の一番最後、ここにもさらにあのゲームがぶら下がっていたので、ちょっとね軽く撮っていきます。裸ソフトはあの上の方は全部64のソフトでした。64もねでも面白いタイトルいっぱいあるので、裸ソフト買って、まあ、本体ある人はこれ遊びまくっても全然面白いんじゃないかなと思います。で下の段にあのディスクシステムのソフトがありました。何本買ったのでちょっと見たんですけど、謎の壁が1650円、でその後ろウルトラマン2、これもね売り場ではほとんど見かけないソフトなんですけど1650円で売られてました。まあウルトラマン2は金額的にそんなすごいレア価値があるものっていうわけじゃないんですけど、これぐらいでまあ相場っちゃ相場なんですけど珍しいなと思って見ました。でその下にスーパーファミコンのまた箱付きソフトなんですけど、三国志2が1100円で、ハットトリックヒーロー、これなんだろうと思ったら、なんかジャスコのお買い上げありがとうございますのシールだったっていうね、なんか貴重なシールが貼ったのかなと思って見たんですけど、はい、でドラクエ5が置いてあって、あとこっちねスーパーマリオワールド2200円、さっきと一緒なんですけど、こっちは箱に痛みありという形になってます。あと定番の、まあ、さっきから出てくる FF とかね、その辺のソフトがありました。で三国志があって、その横になんかね山積みにされてるゲームがあって、これ64ね、たまごっちで、あと糸井重里のバス釣りナンバーワン決定版で、これね聖剣伝説2、これがねめちゃ安、550円でした。ただ汚れありってなってるので、箱はまあまあ綺麗だったんですよ。だから説明書かソフトになんか名前書いたりとかね、破れがあったりとかするのかなって思います。でもまあ 箱が欲しいっていう人もね550円だったら全然お得かなと思います。はい、であと大戦略エキスパートが1100円で、これ64かな、実況パワフルプロ野球6が550円で売られてました。だ550円とか見るとちょっと買おうかなって思うんですけど、64はねそんなに世代じゃないんですよね。たださっきも話した通り、だんだんね
値段を上げてるお店が増えてきているので、こうやって550円とかで売るお店が減ってきているので、今ね64どうしようかなって実はすごく迷ってます。本体はあるんですよ、ね、ただまあファミコンとかスーファミをねなるべく厚めに箱節付き抑えていきたいっていうのがあるので、どうしようかなっていう感じです。まあもし買うようになればまた山コレの方でね、紹介していきたいと思います。まあ、画像ちょっと流れちゃいましたけど、はい、でトレイがね上下に置いてあって、今上の段取ったんですけど、この下の段いきます。まあ定番ソフトがほとんどでした。かまいたちとかパイロットウィングス、あとダビスターとかね、シムシティ、スト2、この辺のソフトがありました。でその横も定番ソフト多かったんですけど、まあ、気になったのはこのクロノトリガー。クロノトリガーが2200円で、 FF6 があって、でその後ろこれね、クレヨンしんちゃん2が2200円でした。まあ相場っちゃ相場ぐらいかなと思います。だ相場のソフトだったらもう箱の状態見てすごい綺麗だったらね全然買ってもいいかなと思うんですけど、はい、ここからショーケースのこれは本体になります。まあゲームボーイがあって、これサタンのコントローラーかな、あとゲームギアの箱節付き本体がありました。で 2DSLL とかね、この辺もだんだん貴重になってきてるなって思います。でここはまあ今発売されてる機種、任天堂スイッチの本体です。もうこの辺になるとね全然わかんないっていうのあるんですけど、でレトロゲームの本体になります。ファミコンがね4400円から8800円くらいの間で売られてました。これはもう箱とか本体の状態で値段が大きく変わってきます。でセガサターンが8800円から13200円で、スーパーファミコンは4400円っていうのもありました。で64が7700円から、まあ、1万1000円という形になってます。はい、じゃあこっからはみんな大好きジャンクコーナー行きたいと思います。まずね、ジャンクのショーケースです。ゲームボーイがかなりいっぱい売られてました。で、あのジャンクなんですけど、あ、なんだろう、説明書きのとこかなり細かく書かれてるので、あ、これだったら簡単に直せるなとかっていうのがあれば、そういうのを選んで買ったらだいぶお得に購入できるかなと思います。あとね、個人的に好きなあられちゃんのゲームウォッチ。ね、これも売られてました。ゲームできるって書いてあったので、これは全然いいんじゃないかなと思います。で、あとこれ PSP の本体。で、その下にもうちょっとだけね、ゲームボーイの本体がありました。で、これ LSI ゲームだと思うんですけど、なんかパックマンが売られていました。5500円と、ね、いうことで一応取っておきました。で、これはジャンクの本体です。まあ、2200円から売られてるんですけど、もうかなり汚れが多いって感じだよね。で4400円、5500円のジャンクなんかもあったので、で、スーファミに関しては4400円、3300円、5500円と3種類あったんですけど、だまあ売り場にあるのとそんなに大差ないし、ファミコンの5500円に関しては、売り場のね、もっと安いやつなんかもあったので、ただ状態とかね、綺麗さが全然違うので、まあ、本体を欲しい方もいろいろ見比べて買われるのがいいんじゃないかなと思います。あと裸の本体も、まあ、こんだけいっぱいあるので、でここからはまあソフトになるんですけど、ソフトはねそんなになかったです。でファミコンギャラガがねなんかケースに入って1本だけあったりとか、でこれはね値段ついてなかったので110円かなと思います。64の J リーグパーフェクトストライカーで、その後ろが実況パワフルプロ野球と、でなぜかスーファミ1本だけね FF6 のジャンク品がありました。これはソフトなしということで330円でした。だあの最近箱だけで売るお店もすごく多いんですけど、箱だけものすごい綺麗であれば300円とか500円だったらすごいお得じゃないかなって思います。あの特に集めてる人なんかはね、あのそういうの欲しいんじゃないかなって思います。であとまあざーっと本体、あと64のジャンク、この辺はちょっと流して撮りました。これなんだろうなって、なんかピーってポケモンかなと思ったんですけど全然違うっていうね、
多分なんだろう、電子辞書とかかなこれね、だからよく分かんないものがありました。はい、で横がゲームボーイで、その横が、まあ、プレステとかなんですけど、その辺はちょっと取らずに置きました。でナルト店さん、なんていうのかな、チェックするこの台が置いてあって、例えばお客さんがこれ売りたいんですけどって来たら、なんかねこういうので全部チェックしてますよっていう、例えば電源が必要なものはこれでね電源種類合わせてスイッチ入れたりとか、赤白黄のケーブル刺さなきゃいけないものはこうやって刺したりとか、こういうものを使ってチェックしてますよっていう。でこちらのお店では自分でセルフチェックができるようにこれがね売り場にも置いてあるっていうね、だからちょっと面白いなと思って撮らせてもらいました。ということで本日はハードオフ千葉鳴門店さんにお邪魔してきました。あんまり見かけないソフトが、まあ、結構あったので、おって思いながら、ね、楽しく見させてもらいましたし、まあ、今回も何本か購入をしました。まあ、購入した商品はまたね、あの山コレの方で紹介しますので、そちらもよろしくお願いします。じゃあまた次回いろんなハードオフさん巡っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても眩しい、山チャンネルでも見よう僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ、チャンネル登録よろしくお願いします。